お前は俺、俺はお前、一つになるんだ。スーパーキーマン号が誕生してしまいました。とんでもない強さを感じます。さて、さっきの目を叩くのに、地獄に閉じ込めて、ずいぶん好き勝手やってくれたじゃねえか。悟空さんと力を合わせてスーパー17号を倒してください。それでこの歴史の歪みはなくなるんです。この程度で期待外れだな。こいつはちょっと歓迎が甘いんじゃねえか。うわあ！何なんだ貴様は。貴様さえいなければ
信じらんねえ。おめえ、ほんとにすげえな。またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえ、またどっか行くのか。また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。ワームホールがスーパー17号まで吸い込んでしまうとは、これは偶然ではないでしょうね。ドミグラの狙いはおそらく、ベビーとスーパー17号の2人を使って大きな歴史の改変を引き起こすことだったんでしょうね。これ以上歴史の改変を大きくするわけにはいかないわ。次が最後のチャンスだと思って気合い入れなさいよ。はい。その前にちょっとお茶でも飲みますか。